どこにいるかというと、台湾の台南という都市にいます。高雄から大体車で30分くらいで来れるところなんですけど、台南市にいます。そして私今どこにいるかというと、台南の台南という建物、彦将軍というものです。彦将軍というのは何ぞやというね、感じられている方いらっしゃるかもしれない。これはそれも知っている方だったら今ねご存知だと思うんですけど、知らない方にご説明させていただきたいと思います。まあ、台湾はかつて、1985年日清戦争終わった後にですね、日本が統治しました。1895年から1945年までということで、50年間統治したわけですけど、その中でね多くの日本の方々が尊敬されている、わけです。そのうちの一人が、こちらの彦将軍として祀られている方です。この方はね杉浦兵頭長という方なんですけど、敗戦間近の、昭和19年1944年に台湾にも米軍の爆撃機が飛来したわけです。日本も本土も、ね、空襲されたと同じように台湾もね統治とされているので、米軍の爆撃の対象になりました。その中で、日本軍も敗戦したわけですけど、空中戦による墜落も少なくなかったわけです。で、その、ね、1944年、昭和19年のある日、迎撃中だった日本軍機が攻撃をかわさず避難。パイロットはパラシュートで、脱出することが可能だったが、そのまま戦闘機を操縦して家屋のない田園地帯に墜落したということです。住民を犠牲にすることを避けるため自らの命を捧げたわけです。その後付近の住民の枕元に、ね、このパイロットらしき霊が出現するという噂があり、住民は彼の献身を称える廟を作ったということです。このパイロットは杉浦兵曹長で、若干21歳、台湾の人々に彦将軍と呼ばれて信仰の対象となっています。なのでそこのところに祀られているわけです。なので現地の人々にね、自己を犠牲にしてでも村の人たちを、守る、被害を加えさせないという武士の精神、大和のね心があったわけです。それが今こうやって感じで祀られている現地の、ね、人々に、尊敬されているわけでございます。多くの台湾の方々も来られています、ね、日本の方もいろいろ来られている方で、ね、すごく良かったです。ぜひ台南に来ていただいたら、彦将軍ね、来ていただきたいと思います。